須崎市の明徳義塾高校で卒業式が行われ、卒業生248人が晴れの日を迎えました。式では一人一人の名前が読み上げられ、崎本弘明校長がクラスの代表に卒業証書を手渡した後、大きな困難や苦難を好機と捉え、勇気を出し立ち向かってほしい、これからの素晴らしい活躍に期待していると花向けの言葉を送りました。また今日は明徳出身で元大関琴奨菊の秀ノ山親方も出席し、高知で過ごした高校時代を振り返り、後輩に激励の言葉を送りました。すべてのことは一つの道につながっていきます。指定同業の明徳で真剣に向き合い、辛い時もしんどい時も寄り添い支えてもらえた経験は私の原点であり、魂の肥やしとなっています。このような、また卒業生を代表して江口真人さんが力強く決意を述べました。ありがとうございます。私たちは今日から別々の道を歩み始めます。たくさんの方々への感謝の気持ちを忘れず、またこの明徳に帰ってきて恩返しができるよう、これからも精進していきたいと思います。まあいろいろあったんですけど、やっぱ楽しい3年間でした。やっぱり家族と離れて洗濯とか掃除とか自分でするようになって大変だなって、親への感謝が、離れててもすごい愛情を感じてたんで。学生生活を共にしてきた卒業生たち、思い出の詰まった学び屋に別れを告げ、新たな一歩を踏み出しました。